山口さん。メガネかけてるのと、スーツ着てるのと、山口さん縦ですよね。え、いないじゃないですか、山口さん。今休憩中？でも山口さんどっちかというと、なんかシュッとしたイメージ。シュッとしてて、え？髪型ってどんな感じでしたっけ？なんかここ最近割と短くなった気がしますよね。え？センター分けでしたっけ？ヒントが来るかもしれない？あ、山口さんだ。センター分けではないな。あー、後ろ姿しか見えないな。あ、意外とおでこは見えてるんですね。だからこうかな。違う気がする。ね、え、メガネ四角でしたっけ、山口さんって。丸じゃないですよね。四角で、あ、似てるかもしれない。似てる、ね、あ、いない。すぐいなくなるじゃないですか。メガネ、メガネかけば目は描かなくていいのか。でもそうですよね。で、あれ、なんか藤木くんに似てきたな。え、ってなったらちょっと違いますよね。あれ、おかしいな。あ、襟ってどうやって書くんだっけ。襟ってどうやって書くんだっけ。え、もうちょっと待ってください。ネクタイ書いたら、でも分かりません、ちょっと分かりません。スーツ着てるんです。襟が描けなかった。これ襟ですよ、ここのとこ。これはネクタイです。これは山口さんです。これ後で見せましょう。これ誰だと思いますかって言った。よし、お絵かきタイム終了です。4月の20日土曜日、時刻は11時10分を回りました。ここからはウェザーニュースライブコーヒータイムの時間です。本日の担当は松雪彩香です。よろしくお願いします。え、なんかありました？まだね、番組始まったばっかりで、特にまだ今日のポイントもお伝えしてないですし、番組の企画もね、お伝えしてないですしね。それではここからは予報センターの山口さんと今日のお天気をお伝えしていきます。山口さん、よろしくお願いします。これどうですか？私そうです、そうです、やっぱ分かりますよね。うん、え、まあそうですね、毎日比較的書きやすいって言われる。やっぱりこう特徴がメガネとかあるからですかね。うん、そうですね、もっとね、はい、もっともっと髪の毛ボリュームある気がします。あ、確かに、これちょっとペタンってしちゃってますから、ダメなんですよね。分け目どうですか？あ、でも分け目はほぼほぼあってる感じします。だいたいそうです、6、4ぐらいになってます。あ、合ってます、合ってます。あ、でもこれで見ても山口さんって分かりますね。毎そうですよ、書きやすい方が書きやすいですね。で、自分でやるのもあれなんですけど。いや、本当にあのいろんな方がイラスト描いてくださっていて、はい、X にポストとかもしてくれてるの見るんですけど、すっごい面白い山口さんのイラスト見つけたんで、後ほどお見せしますね。お、怖いですね。その方本田さんとかも描いてらして、お、怖いですね。面白かったですよ。山口さんがなんかカンフーみたいなポーズしました。なんじゃそりゃ。あ、シャーってやってるんですかね。
多分背景に虎がいっぱいいたんで、はい、多分飼って喜んでる。そうですそうですそうです、はい、そんな感じだと思います。こういうやつです。はい、そう。じゃあコツも教えてもらったので、次回からは紙のボリューム多めで書きたいと思います。さあではですね、今日のお天気もしっかり見ていきましょう。はい、